今回は少し SF チックなお話で無重力について考えてみるわ。ヒッグス機構で知られるヒッグス粒子は重力の発生の過程を考える上でのキーだと思うけど、素粒子のヒッグス粒子や標準模型については今回は置いておくわ。今のところは加速器の中でしかその動きは確認できないと思うから。無重力の突破口として有力なのは絶対零度付近で現れるボース・アインシュタイン凝縮よね。やはりここら辺が現代科学では無重力への鍵になる可能性が高いわね。ボース・アインシュタイン凝縮、または略して BEC とは、ある定位温度以下で巨視的な数のボース粒子が最低位エネルギー状態に落ち込む相定位現象のことで、凝縮体は多数の原子が一つの波動関数で表される巨視的な量子状態であり、コヒーレントに振る舞う。1995年にコロラド大学の研究グループはルビジウム87、マサチューセッツ工科大学の研究グループはナトリウム23の希薄な中性アルカリ原子気体での BEC を実現させました。2001年のノーベル物理学はこれらの BEC 実現の実験的成果に対し授与されました。レーザー冷却などの冷却技術や磁気光学トラップなどの捕獲技術の発達により極低温状態の実現化がなされてこれらの成果が生み出されました。ここら辺の技術開発から無重力への突破口が開発されるかもしれないとセクシーサンタはあえて予想してみるわ。